中を送り抜かれた山賊城の小松の生えた島が見えてまいりましたが、その名も古くから知られております千貫松島でございます。鳥取藩主池田公がこの辺りで船遊びをされており、岩と道門と松の枝ぶりの素晴らしさを鑑賞され、我が城の庭にこの岩付きの松を移し得た者に銀仙岩を与えようぞと申されましたところから、その名が付けられたと言われております。右側仙岩松島でございます。またその後方にそびえ立つ断崖がおしろいの断崖でございます。船の方、港の外へと出てまいりまして、このように波がございますため揺れながらの航行となってまいりますが、先ほども申し上げましたように、見えてまいりますが、この洞窟は見分けておりましたところからその名が付けられたと言われております。右側少し後方に乗りますが、観音売れでございます。平城天皇の大道元年3月にこの入江の中の小島より黄金の観音像が発見され、今もなお海の聖地とされております。右側に見えますこの入江が観音売れでございます。右側山の頂上、松の木の間から白い塔のようなものが見えておりますのが網代崎灯台でございます。網代港の出船、入り船、そしてこの沖合を通ります夜間航行船舶は、あの灯台の明かりを頼りに夜間航行をしているのでございます。天然記念物に指定されております。大変きめの荒い砂で、夏の間は海水浴でにぎわう海岸でございます。海の下が綺麗だよ。すごいそこ綺麗けん。さっきすごいよく見えたのそこが。
島を沖合にして5つの島が美しい配列を見せてまいりましたが、この辺りをなだれ島と呼んでおります。もともとは一つの陸続きとされておりましたが、長年の風雨と荒波によってこのように5つに分かれたと言われております。そして沖合の沖の島が菜の花の咲きます菜種島でございます。ここ浦留海岸全域には大小合わせて166の島があると言われておりますが、菜の花が咲くのはこの菜種島ただ一つとなっております。浦留は浦留と大変褒めたたえられておりますのもこの辺りだと言われております。右側より松の木と灯台のある島が見えておりますが、あの島が田尻松島、田尻松島を向こうに回りますと田尻港浦留海水浴場となっております。またその向こう長く大引いた岬が龍神洞という大きな洞窟のあります羽尾岬、岬を回りますと東浜海水浴場、そして兵庫県へと続いております。左側に見えます大きな島が菜の花の咲きます菜種島でございます。一説によりますと、その昔、菜種を積んだ船が、この沖合で難破した際、積み荷であった菜種がこの島に流れ着き、野生化したものが島にいたと言われております。